You got him. Good shot, kid. You got him.超かっこいい登場方法だな。いいセンスだ。やっぱカーミーティングはインパクトが大事よ。パーキングエリアで集まってる GTR のお兄ちゃんたちにもぜひ真似してほしいもんだな。この GTR 仕上げたのどんな男かしら？って時にこんな現れ方されたら、ギャラリーのお姉ちゃんたちも思わず、大成ってなるわね。走り屋のお兄さんたち、これからのミーティングスタンダードとして、どうでしょうか？さて、いつもならみんなの車をじっくりねっとりと視観していくところなんだけど、視観っていうな。天気予報では午後からにわか雨あり、降水量80ミリ以上って言ってたから、ゆっくり視観するのはやめて今日はとりあえず走るぞ。だから視観っていうな。案の定すっげー振りっぷりだぜ。なんで今日にした？わし休み少ないんじゃよ。だが、これだけ雨が降ってれば 4WD の強みが活かせるってもんよ。1% か 2% か、この雨に対しては 4WD のアドバンテージはわずかかもしれない。だが、それをわずかと笑えるものに、チューニングを語る資格はない。それにしてもみんな見事なカラーリングだな。眩しすぎて近所迷惑なくらいだ。バカっぽいけどな。いやぁ、バカだねー。だけど、それをバカと笑えるやつに、チューニングを語る資格はない。ダウンヒルでは馬力の差は小さくなるぞ。関係ねえ、こっちは600馬力だぜ。600馬力でダウンヒルとかアホなの？でも、モアパワーモアトルーク、これを笑えるやつに、チューニングを語る資格はない。っていうかおめえらそんなカメレオンペイントばっかつけてお金は大丈夫なんか？あれ日本円で700万円くらいするぞ。リボ払いだから大丈夫だよ。あんた未払い残高ちゃんと確認してる？さあ、興味ないねえ。キリ。てめえの支払い能力を把握しねえやつに、チューニングを語る資格はない。こいつのエンジンはすごいんだぜ。わざわざドイツから仕入れた水平対向横消える型エンジンに F1 タービンを2個だけ、なんかごちゃごちゃした配線を取り回し、よくわからないオイルをドライサンスで循環させ、ボディもガラスもタイヤも全てドライカーボン化、これにより日産マーチより高いパワーでホンダヒット並みの軽さを実現したのです。さらにミッション関係にはリオレオス。お前すっぽい変態だな。しかし、変態を否定するやつに、アルパカを語る資格はない。ところであんた、町内清掃はちゃんとやってんのか？社会奉仕命令出てただろ。え？やってないよ、めんどくさい。だいたいロスサントスの路地裏とかって汚すぎてキリがないのよ。掃除をしねえやつに、掃除に文句を言う資格はない。それで、これからどうすんだぜ？ふむ、せっかく次世代機になったんだから、やっぱりあれをやりたいと思ってるのよ。ああ、あれだな。あれか、よし、準備するぞ。じゃちょっと友達に電話してくるね。はい、ゆっくりベルゼッティです。今回もゆっくり見ていってぬ。なんかね、ついさっきロスサントスのあいつから携帯に電話があって、バイスポイントの公衆電話に行ってねーって言われたのよ。あ、なんか電話かかってたな。え？
まだそこまで進んでないだろって？細けいことを気にしてちゃ一生彼氏なんてできないぜ。しかしあれだね、私のフルスは PS2 で、あいつのフルスは PS3 だったはずなんだけど、今二人とも PS5 の中に住んでるって、すっげえ時代になったもんだな。あ、紹介が遅れたな。今後ろに座ってるイケメンこそ、私がさらってきた彼氏こと、ラッセル、アドラーモビッチさんです。俺たちには使命がある、しか喋らないの、この人。まあ、洗脳とかしそうな変なおっさんのことは置いといて電話出ますか。あれ、うまく出れん。出れん。OK。My compliments on a job well done, Mr. Teal. My client was very pleased. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. ロスサントスのあいつってこんな声だったっけ？いや、あいつももうおっさんだからこんなもんか。ふむ、あの宝石店から道産夫人が出てくるんだな。力道山の奥さんですかね？何やらおかしな変なものを見た気がする。あんなのは私じゃないわ。クプルフ神話に出てくるアルパカよ。だったらたこ焼きにすればいいだろ。ってね。つーかアルパカのたこ焼きだったらそりゃパカ焼きだよ。ああ、来やがったぜ野郎どもこの私を事故に見せかけて暗殺しようというならば命を捨ててかかってきんちゃい。ていうかこれすでに捕獲されてる？やめて、動けなくしてエロいことする気ね。交通事故みたいに、交通事故みたいに。おのれい、お前らそれでもプロの交通事故選手か。選手ならスポーツマンシップに乗っ取って正々堂々と戦いなさい。交通事故はスポーツじゃねえんだよ。あっわかった。交通事故マンシップに乗っ取って戦いなさい。自己マンシップはどこへ行った？あ、ねえよそんなもん。畜生。こんな腕ひしぎ十字固めみたいな状態初めてだよ。プロレスの観客ってのはもっと動きのある試合を見たいんだよ。プロレスに事故はあっちゃいけねえんだよ。プロレスはな、ちゃんとした台本にのっとって行われる安全第一のエンターテイメントなんだよ。なんてこった、プロレスの方が我々より安全なのか？当然だよな。そんな、あんな腰から持ち上げて頭から落としたりしてるのに、それに比べや頭の上からサテライトキャノンなんて安心安全極まりないわい。極まりないわーい。黙らっしゃい。とにかく100ドルのために犠牲になりやがれ。100ドルですって？私の価値ってそんだけ？せめて150ドルやろそこは。でおう、前から抜けられそうだぞ。うんよらー。あ、やばいぞ抜けられちまう。かぶせていけ。まだだ。こんなところで私は終わらんよ。海の男ってのはな、海で死ぬんだよ。よっしゃー、逃げたー。ついてこいよ自己満どもー。逆転タイムだぜ。遊園地のお客さんかわいそす。気にすんなイケメンは引いたって大丈夫だ。それに遊園地ってのは絶叫するために行くもんだろうが、ジェットコースターに乗ってたらフックがついたネックレスを首に巻きつけられて首がすっ飛んでいくのを眺めて楽しむもんやろがい。こいつはひでえ名探偵の風評被害だぜ。だからこのくらいの非日常があったらせいんだよ。バロー。そーい。あんたさりげなくちゃんとブースト使ってるやろ。おうよ、こっちとら一体銃で戦ってんだ。このくらいのズルはしなくてどうしましょう。みんなには禁止って言ったけどね、へっへっへっへ。クオの裏切り者。
黙りなさい。これが私の完全体です。大体が近所ってのは不公平に敏感なくせに自分ではずるしたがるもんだ。そんな奴らとおっさんでまともに会話が成立すると思うかい？いや、ない。アイドルはうんこしねえと本気で信じてるような奴らと会話するなんて時間の無駄だってことさ。これ、すべてのツイッターユーザー向けのメッセージね。何をごちゃごちゃ言ってやがーる。アイドルがうんこしねえなんて常識だろう？だよね。トイレ行くアイドルなんて幻滅だぜ。ジャンプ、飛んだー。でお、着地狩りだとー。やるな、ダイオウイカをほふりしものよ。誰が変態ダイオウイカじゃい。イカ男、ヤクルトダービーハー始まーるよー。臭そう、苦そう。おいやめろ。おいこっちだぞ、マダン夫人のカメレオンだ。そっちのカメレオンか。おいやめろバカー、あたしゃ仲間だ。何をやっとるんだ。やーウェイ、やーウェイ、あー。わー、インクレダブル。エドガー少年、エドガーは犠牲となったのだ。エドガーって誰？そう、うわー、なんて反発系すんだ。抱き枕カバーにうってつけだぜ。抱いたら内臓ズタズタになっちまうよ。嫁さんに内臓ズタズタにされるんだったら本望とちゃうん。発想が病んでるぞ。でも、ありだな。うわー、運ばれるー。決まり手、押し出し。畜生、この私に鳥取砂丘の砂を踏ませるとは、屈辱だぜ。だが甘いわー。なにー、空中でシャントブーストだとー。どういう原理で動いてんだそれ。繰り返せば空も飛べそうだな。はっはっは、シャントブーストで空を飛ぶやつなんているはずがない。いたとしたらそいつは極めつけの変態だな。そうだな、シャントブーストで空を飛ぶやつなんていたらそいつは変態だな。まったくだな、シャントブーストで空を飛ぶやつなんていたら魔法ことなく変態だぜ。んなことどうでもいい、そのボディーペイント眩しいのよ。当然です、カメレオンですから。カメレオンっていうかコガネムシだな。これは知ってっか。コガネムシのあの光沢はな、カラスに襲われにくくなるためにあるんだぜ。いや、らしいんだぜ。テレビで見た。なるほど。つまり今の我々の車はカラスに盗まれにくくなってるわけだな。そういうことだな。次世代の防犯対策ってやつだ。ちなみに、アルファ化の光沢もそうだぞ。マジでか、アルファ化のあの光沢もか。うん、いや、らしいんだ。アルファ化学会の研究会報で見た。何それ。アルファ化がコロナウイルスに効くとかなんとか。何それ。ちょえー、人がアルパカントークしている時にちまちま押してくるんじゃねえこのアルパカ野郎どもー。これも仕事だ、許せ。許さじ、ここの下は海だ。シャントブーストで全員突っ張り落とすでごわす。何勘違いしているんだ。貴様が海を覗いている時、海も貴様を覗いているのだ。くおー、押されるー。インド人を上にジャンプ。あ、ちょ、ま、昨日は船かぁ。ししてなおも輝く、俺たちはカメレオンドッグスだ。死体打ちはやめてー。
してるんです。ミスタービーン、正しくキス。このまま行くぜー。ゴーゴーゴー。下り坂だけは勘弁な。いいぞいい感じだ。安定してる安定してる。体はここだけど心はジェットコースターにあるんだよな。スケベゲーの設定みたいだな。どんどん距離離れてるけど大丈夫か？戻れなくならない？大丈夫よ。こちとら毎日幽体離脱して二次元の世界にワープしてるくらいなんだから。この手ダメだったよ。いくぞー、見せてやろう次世代機の圧倒的パワーを。ゴーベリー、すごいぞ。ハイドラの二人乗りだ。さすが次世代機、科学の力ってすげー。でもそれどうやって乗ってるの？気合で。気合でか。次世代機じゃなければ即死だったな。くしくも今月末にはトップガンマーヴェリックの上映だ。この動画で予習ができるね。トム・クルーズが一体どんなポーズで戦闘機の上に乗るのか楽しみだな。彼は不可能と言われたミッションを可能としてきた男だ。逆立ちでもしてやってくれるさ。あ、あ、諦めんなよめというところで、今回はここまで。見てくださった皆様、ありがとうございました。スワラバーン。